スクエニックスチャンネル。おはようございます、安本弘之です、えー。ドラクエ10ね、皆さんやってますかね。僕もまあご多分に漏れず、ちょこ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 やってはいるんですが、あの元気玉ってのは素晴らしいシステムですね。 あと貸ししし出しシステムってのは素晴らしいですね僕、ちょっと週末、ここのところイベントが立て続けていましてね、ねあ,あんまりできてないんですよで、僕がイベントでできないってのを友達が知ってまして、僕とフレンド登録してる人たちがですね僕を借りてくれていて、この間あの、えーっと、ログアウトしてから24時間経つ前に家に帰って、どんくらい溜まってるのかなと、iPhone で冒険者の広場を見たんですけども、も経験値が1万2000って書いてあって、すげえ腰を抜かしそうになりました、<laughs> こ,ん<な>に <laughs> こんなに借りてくれたんだ <laughs> と思って <laughs>。 あの借りてくれるコツがあの最初盗賊、僕、エルフの盗賊で初めて序軟だって最初、よく言ってたんですけどツッコミを覚えたと端はみんなが借りてくれるようになりましたね、今回結構、範囲魅了とか魅了を使うボスが多いんでそれに対してツッコミがあるとすごく便利なんで、えー、あの結構、インファイト系の選手とか武道館やってる人は旅芸人で1回あのツッコミを覚えてからやると割と借りてもらいやすくなるような気がしますよ、直感で。 うん、で僕は旅芸人が28ぐらいまで上げてで探検のスキルをそこで探検のスキルを突っ込み上げてってで盗賊で探検をマックスにして残りを今、盗みの方に使っててあとはもともとの常時発動スキルが選手とか武道家にあってあの攻撃力プラス5過去常時ってやつがあるんですけどそれをいっぱい取っておくとすごい攻撃力の底上げになるんですね。で僕そあの選手と 武道家もそれで二乗馬までずっと一生懸命上げてそこに振ってったらですねあのふと気づいたらあの波の選手よりも攻撃力が高い探検っていう謎のものが出来上がりました、でもそうすると本当にいろいろな人に借りてもらえるんでそれで攻撃力、自分力を上げといてあの貸し出しコメントのところに攻撃力いくつですってはっきり書くとすごい借りてもらえる率が増えたんで、えー、あんまり借りてもらえないよって悩んでる方はそういうふうなことをしてみてもいいんじゃないですかねっていうちょっといい話でした。さあ行きましょう スク q u アニックスの最新情報やここでしか聞けない話などをお届けしていく Web ラジオ番組「スク q u アニックスチャンネル」略してすけにちゃん今回の特集はスク q u アニックスの海外ゲームレーベル X リベンジを特集さまざまなタイトルが立て続けに発売されるのでドーンと紹介していきますよとそして今週からドラゴンクエスト10目覚めし5つの種族オンラインのミニコーナーもスタート、えー、あとですねさらにこれは本当素晴らしかったです前回伊藤健二さん伊藤健さんと見事なセッションを行った西アスカに、えー、新展開 まあ新展開というかもう一段落したんで次何やるかっちゅう話ですわ <laughs> ぶっちゃけ <laughs> みんなでニシーとね一緒に遊んでいきましょうというわけでえ今回の「スクエアックスチャンネルも最後までよろしくこの番組は「スクエアエニックスの提供でお送りします「スクエアエニックスチャンネル 安本ひろきがお届けしているすくやニちゃん一緒にお送りするのは相棒ちゃんの芸人でーすどうもどうもあれどうしたの髪の毛が <laughs> あのねこれもう9月6日安本さんの髪の毛が大変なことになってるよこれね9月6日オンエアなのねで、はい、俺ね8月のね十何日に気にしたの <laughs> <laughs> それはそれ以降で、ね、まあいろいろあって検討はあってない時間に、ね、<laughs> なんですけどす、ね、も<う>まあぶっちゃけまだ8月ですよ今日。<laughs> <laughs> 言っちゃった。舞台お疲れさん <laughs> どうだった舞台。いやもうね大盛り上がりで、もう和風なね内容だったので結構和風なんだ。そうなんですよ。よえ<ー>。っそうあのー、コンセプトが和和なんですよ。 だから全身座でやらしてもらってああそういうの待って全身座ですそうなんですよ全身座のあの提灯がね結構いい感じで雰囲気出して盆も回ってこういろんな樋口あそうなんでやっぱ盆あるんだよね、はい、あれね、はい、はい、楽しかったですね深井体は、はい 体調は悪くなってないかい大丈夫だ <laughs> 問題ない <laughs> そっかじゃあい,いや <laughs> そんなでせっかく舞台も終わってなんか一息つきたいところだけど一息つかせないあのねいやいや,いや、うん、乱暴なゲームを今日はいっぱい紹介してく <laughs> え嘘。<laughs> 大体乱暴なゲームを紹介してく <laughs> すか？<laughs> さて今回の特集はスカイニックスの海外ゲームレーベルエクストリームエッジゲストはこの方 ええー、僧侶レベル三十八の井上和典です,よす,す。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僧侶はね、えー、最初の頃はね、みんな僧侶しか借りて、借りなかったんですけどね。うん、今逆に僧侶がもう溢れ始めてる。<laughs> もうやり僧侶とか、すげー人気な。<laughs> <laughs> <laughs> スティック送料はみんな探すからね、スティック送料ねえから、スティック送料はねえからって、スティック送料は大人気、悪い頭の賢い僕の友達は、やり送料なんだけど、貸すときだけこっそりスティックしてるって、でも自動回復ついてないなって後でバレるって言好きに見えますけど、こいつ本当はやりだってるって言ってましたけどね。 今日はよよろろししししくくおお願願いいまますすさてさてエクストリメージこれからさまざまな展開エクストリメージって何回って言ってますけどいわゆる洋芸です洋芸を日本で売るのがス g ニックスっていうことでそのレーベルがエクストリメージって名前なんですけども洋芸ですねさてさてエクストリメージこれからさまざまな展開見せていくようですけれどもはいちょっと紹介していきたいと思います今日9月6日に過去の「ールオブデューティーシリーズがお求めやすい価格で一斉発売となりますた「c a ー l o ブ Duty Black o p が2940円「 モダンウォーフェア3が3990円そして9月27日にスリーピングドックス香港秘密警察が発売予定さらに11月22日にはコール・オブ・デューティーブラックオプス2字幕版が発売予定となってます本当ト怒涛のリリースラッシュということですけどもいっぱい出ますねこれあのコール・オブ・デューティーはちょっとずつあれですね年末のんか風物詩になってきましたね毎年11月に出ますからね年越しバンバン行こうぜみたいな話になってましね本数もだんだん毎年伸びてきてるんでねああでもああああでも 日本でも確かに自分の周りでも FPS の人口は増えてきた気がしますね。はいうん、もともとがその洋芸とか FPS 系をやってた人ってやっぱり XBOX とかパソコンゲームだったじゃないですか、はい、それが今プレスとかにもちょっとずつ認識がみんながされていく感じになって、うん、しかもあの遊んでるユーザーさんってその18歳から24歳ぐらい大学生が多いんですよね。うん、あーなるほど、うん 一緒にオンラインに対してのアレルギーがちょっとずつなくなってきたじゃないですかだから、スカイプとかじゃなくて Xbox がプレススリだとおのずから喋れるじゃないですかボイスチャットできますよボイスチャットやりながらやるっていう楽しみがちょっとずつみんなに伝わってきたのかなと思いますが気になるところ井上さんに聞いていきますねまずは特別価格のコール・オブ・デューティーシリーズを買うとこれは11月発売じゃなくて特別価格の方うですねブラックオフスとモダンオフィア3こちらを買うとステレス・アクションゲーム はい、ヒットマンアブソリューションをモチーフとしたスピンオフタイトル「ヒットマンスナイパーチャレンジ」を無料ダウンロードミニゲームというにはちょっと惜しいぐらいの一本の完成されたゲームですねヒットマンっていうとその、まあ、暗殺ミッションなんですけどうん、うん スナイパーになって遠くのビルの,、うん、あのターゲットを撃つんですけどいろんな反応があるんですよそのビルを撃つとその、うん、例えばピザ屋みたいな人がいたりとかして、はい、それを撃ったりとかするとかはい、はい、あとハトを撃ったりすると実績がいたりとかっていう<ー>結構隠されたものを見つけていく楽しみがあるっていうとこです、ね、お遊び要素的な感じもありつつ。はい まあちょっとえこのタイトルはですねプレイステーション 3XBOX36、はい、0 Windows でお楽しみいただける無料コンテンツでプレイヤーは伝説の暗殺者エージェント47となりスナイパーライフルでターゲットを密かに暗殺することになる極限の集中力とテクニックが求められるこのゲームで世界中のプレイヤーとランキングを競い合うという内容です簡単に言いましょう、はい、ゴルゴです <laughs> あー分かりややすすい<れ>俺の後ろに立つつってでだから、うん、あのステルス系のゲームなんだけど結構見つかってわざとバンバン戦っていくゲームってのもあるけどこれはもういかに見つからねえか、うん、そういうゲームですね。うん、まあ近しいところだとまあ近しくもねえけど結構ステルス系だとなんだっけアサシングリードとかもそうだけどあれじゃなくてもっと近代兵器を使って、うん、いろいろそう見つからずにどうやっていかに。 ターゲットの用心を落としていくかとか、これはじゃあ本来のゲーム近接戦闘はないありますありますあります。ちなみにですね、まああのサイパーチャレンジには入ってないんですけど、あの本編の方ではあのいろんな暗殺方法があって、例えばそのチャイナタウンにいるそのボスをマフィアのボスを倒せっていう暗殺ミッションだと、あのもちろん後ろからそっと近づいてサクって出すこともできるんですけど、例えばその彼がだいたい巡回ルートっていうのがあって、まあご飯を食べればちょっと決まってるわけですよ。そのご飯に毒を持った。 <笑><笑>それすごいあとはその遠くからあのスナイパーライフでパスって打ってもいいしっていうところで自分のやり方次第なんですよね,すね選択肢はいっぱいあるって、はい、まあオープンワールドにちょっと近いところもある感じですけどねんこんな殺し方がっていうところをね多分探していくゲームにもなっていくんじゃないかな,なるほど面白いな飯食うんですよだ。えー、<laughs> すごいですねフ、えー、ぐの毒とかをちょっと抜いてきてそこに入れたりとかして、えーえー 面すげえそれかそれは本来のヒントもあるスナイパーチャレンジの方はスナイパーに特化したそうですねただ弾丸が撃ったところでいろいろ反応があるのでんか一応爆弾とかも仕掛けられてて爆弾でボンと倒すとまとめて何倒したみたいなところ。あ凶弾とかもあったりするんですか スイッチをまず一発打って、ガーンって開いたところで、誰か来たところで、後ろから打って落として、気付かれ、死体をいかに見つからないように倒すかていうのすごい重要なので、なるほど、なるほど、<laughs> 大事にならないように,闇にホーム <laughs>、見つかると、そのターゲットが逃げていくので、なるべくあの見つからないように、あのたくさん倒して、ターゲットを倒すっていうと、ハイスコアになっていくと、ね、いうのが、この、うんね、スライパーチャレンジです。で そしてコール・オブ・デューティーシリーズ以外のタイトルにもこのスペシャルコードは付入されているということで、はい、入手方法の詳細はヒットマンオフィシャルサイトやキャンペーンサイトをチェックしてみてください。はい おこれ全然関係ないですね、はい、また新型 iPad など豪華景品が当たるキャンペーンも実施予定予定です、どうしたんですか、急に太っ腹になって、そんなまあまあ、でもね、いっぱい遊んでほしいんでね、このスナイパーチャレンジというところもありますし、うん、ああ、そっかそっか、えー、それであの上位ランキングになった人たちに何かをあげるとか、そういうことなんですはあ、はあ、ね、これって世界中ですか、日本だけです。 日本国内。あでも逆にじゃあチャンスでかいですね。こういうゲームの海外の方々のレプシ尋常じゃないですか。ですよね。本当に。でも日本人もね、相当うまいですよ。最近ね、だから。アジア系香港のゲーマーとかすごいですもんね。確かにアジア系も頑張ってます。ぜひ皆さんも頑張ってみてください。はい。でてって、次のタイトルいきますね。えスリーピングドックス香港秘密警察。はい、行きましたね。この作品は香港を舞台にしたオープンワールドタイプのアクションゲームです。マーシャルアーツを駆使した格闘戦のほか、時には t. P. S. のような。 銃撃戦バイクや車など乗り物を使ったド派手なカーチェイスなど香港アクションムービーの要素がふんだんに取り入れられた内容になってます。なんとこれちょっと先ほどちょびっとお話聞きましたけど「香港秘密警察」ってこのタイトルはこれはどのようにして付けられたんでしょうかね。とでですす香港を舞台して主人人公自体は警察所属る間なんけどその マフィアに潜入捜査しながらミッションをいろいろこなしていくっていうタイプのゲームなのでばれないようにするっていうところでいろんな案があったんですけどね香港覆面警察とか香港国際警察じゃなくてよかったそれはねいろいろ怒られるのでもナレーションが石丸さんじゃないですかこれは正直若干狙った感ある気がすするんでけどゲームの中はね吹き替えではないんですけどプロモーションの映像としてちょっとご協力いただいたっていう感じですね。これはは要 これもこれでじゃあ一応、ステルスアクション的な要素もあるってことなんです、ね、そうですすねねそう基本はでも、まあまあ、香港というまあ大きなサンドブックスの中の,その箱庭の中でまあ好きなように遊べるゲームではありまして<ー>、うん、じゃあ、ミッションはあるけどその通りに生きれも生きないも君次第っていうそうですね、これってレベル性とか,なんですかこれは違うんですか、レベルは一応、警察のミッションとか、うん、あのマフィアのミッションをこなしていくとスキルがアンロックされたりはしますけど、まあ、まあ、なくてもまあ大体なんとかなるっていう感じですかね。じゃ、うん、本当にオーープンンワールドのアクション ゲームでじゃああのねあの「ああほほとかになんかちょっとつらしいところも感じたりも危ねえ危ねえ車を盗んだりするとこですかねでもそれのこのグラフィックでこういういろんなことができるとかそうですねあとはその警察っていうのが意外に大体悪者の方の視点でやるゲームってこういうの多かったけど警察なんですね いわゆるちょっとハイテクのツールとかが使えてレーダーみたいなのとかって、うん、あの相手が携帯電話かけてたらこの3点,3点なんか計測で<ー>こ,この辺にいるぞっていうのを仲間と通信してここだここだってやったりとかへえどう見たってこのジャケット警察じゃないんですけどねド級のタトゥーが入った <laughs> ガチガチの男のジャケットが。<laughs> すげえそうういやつなんだしかも、これどっちかっていうとアクションのほうに香港映画はすごい意識で作られているので例えばカバーしてる物陰に隠れて飛び出すところですごいスローモーションになってこうやって打ったりとか2階建てバスに傘で捕まってとか時計台から降りていっいっぱい布をバリ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 ババ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  あと飛び蹴りとかはあったりはしますね、カンフーアクションっていうか、マーシャルアーツがすごいよくできてるので、流れるように戦うっていうのでいうとうちで昔出してたバットマンのアートマサイラム、あれ超いい。あれに戦闘が近いですね、ボタンを押してるだけでいろいろ流れるようにつながっていくってとですね。根本的には全部シームレスで、じゃあ、そうですね、モーションキャプチャーでもすごい格闘をそうですね、あとなんか、格闘家がほが監修に一回入ってるので、えー、すげえ、じゃあ本物だわ。 そんなパンチ効かねえよ、パンチはこうだっつって。<laughs> <う> <laughs> あの全身ですに、丸いのをつけて、こうぼくっとかせるやつ。すげえ。 ぜひじゃあそのアクションの方もじゃあこちらも、うんね、楽しみなさ、はいはい、そしてそしてさらにさらにいきますよコール・オブ・デューティーブラック・オプス2」2> はい、はい、2010年発売「コール・オブ・デューティーブラック・オプスの続編でございます前作は1960年代の「冷戦時」の特殊任務が舞台でしたが、うん、今作では2025年の「近未来」が舞台となりますこれは急にどうしたんですかね,、うん、ねすごいトロが結構ね SF ではないんですけど、はい、ち,ょちょっと見えよ,、まあ、よねそうですね、うん まあでも今考えられる兵器のちょっとした進化系ですよね、なんで、本当にレーザーとかは出てきませんし、<ー>うん、もう今話題のオスプレイも出てくオ <laughs> <laughs> スプレイ的なものは出てきますね、好景気的なものが <laughs>。<laughs> 一応ですね前作が冷戦時描いた1960年だったんですけど前作の登場人物また出てくるんですよだいぶ年取ってませんからおじいちゃんですね65年経ってますからね前作僕出てますけど果たして僕はいるのかと内緒です分かりません所内でお願いします寿命でねいないかもしれませんねだって結構年だと気になるな気になるなあそうなんだ1980年のミッションも一応描くところがあって前作でメイソンっていう堅祐さん演じたメイソン だったりとか小山さんにしたら「うっつ」っていうのが出てきて「うっつ」がすげえ面白いやーべえぞゃんって安物さんのキャラが出てくるかどうか分かんないわか,かんないです <laughs>、うん、気になるそうです、はい、がない子がいたら「ああ」と思ってください <laughs> 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 あのおじいちゃんもしかしてと思ってくださ <laughs> <れ> <laughs> ブラックオフスス 2, 2>、はい、まあじゃあき平気的にもじゃあその進化系とはいえ今までのブラックオフスとは全く違うものもあったりするんですかありますね、うん、それ言える範囲で教えてもらえるのだありですかえと例えばキルストリークあるじゃないですか、はい、それももちろんちょっと未来のものになっていてロボット 四足歩行みたいなロボットがあったりとか。そうですね。いやいやじゃないですか。いやいや、違うね。ね、いや、すみません。聞こえて、聞こえてるよ、それ。聞こえちゃって。ええ、ロボ出てくる。ロボ、出てすげえ、ロボ、やっぱジョイント部分を狙うとか。そうですね。足が弱点だったりとかね、いろいろあったりとかするみたいですよ。うん、その満員的なものを置いてみたりとか。そうですか、武器も全然変わってくるのか。でも、どうなるんだろう。実際問題二十五年のって。 大幅に乗らせていかへんかねえかスコープに赤外線が付いてて物陰に隠れたつが見えたりはしますけどサーモグラフィー的なそれで女の子見たらどうなるんでしょうねちょっとそういう楽しみ方いろんなことね考えながらゲームがるでもいわゆる本当コール・オブ・デュー」っていうのは今までの楽しかった流れっらしっかりあって遊び心地はすごい変わらないで新兵器の追加であったりとか敵が今まで通りのものではないぞとしかも今回はマルチエンディングですね う一本道じゃねえんだステージ自体は一本道ですけどいろんな変化がありますねあそうなんですかプレイヤーの行動によってうわそれ全部見なきゃでもトロフィー大変なのこれトロフィー大変ですまた寝ずにバン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 する日々が始まってしまうヤバいまあでもう。でも今ちょっと男の子がそそるゲームがすごく多いですけど実際問題かっこいいゲームが多いから女の子がやっても楽しめたりもするんですよこういっっったゲームてやぱ 何、ね、て言うんですかねおっかなびっくりになっちゃってやってない人って多いと思うんですけど日本人っていうのは結構付け入る隙を与えないで丁寧に全ての世界を作り込むっていうゲームを作るんですけど、うん、海外の公演のところってもうここのシステムこれ面白いからこれ楽しんでくれよっていう、うん、特化したゲームが結構あるから、うん、結構その辺もしっかりしてるでもオープンワールドのゲームとかになってくると日本人が思いつかない。 ここでこんなことしねえよでもできるんだとかいうことをやってくれたりするのがようのいいところなんでぜひ皆さん手に取って一回遊んでみるとねいろんなことが分かると思うで女性もいないわけではないですけどねおで怒とうのリリースだしですねね一作品でも全作品でもぜひプレイしてみてくださいプレイステーション 3XBOX360Windows 用ソフト Call of DutyBLACKOPS が2940円 Call of DutyModern Warfare3 が3990円字幕版吹き替え版ともに本日発売となっております Windows 版は オープン価格で字幕版のみとなっておりますレイステーション 3XBOX360Windows 用ソフト s l e e p i n g d o s 香港秘密警察9月27日発売予定価格は7980円です Windows 版はオープン価格でございますプレイステーション 3XBOX360Windows 用ソフト Call of Duty Black Ops2 字幕版は11月22日発売予定です吹き替え版は2012年 年内発売予定となっております。価格は7,980円。Windows 版はオープン価格で字幕版のみとなっております。詳しい情報は公式サイトをご確認ください。あと最近こういうゲームはですね、あの情報量がすごく多くなってるんですね。うんうん、で、洋ゲーはやっぱ字幕あの字幕で向こうの音声でやりてえぜと思ってる方たちも追っつかなくなってきてるんですよ。そうですね。うん、すっげえいいゲームだけどこれ吹き替えだったらもっと情報全部のその情報を拾っていろんなことできるなと思ったゲームとかも。うん まさにそうだったじゃないですか。<laughs> そうですね。あれ、むちゃくちゃいいゲームだという情報量が多すぎて、目が追つかないっていう風になったりもしたんで。だから、本当に最近はそういう意味だと、結構吹き替えもゲームの吹き替えが。なんですか、評価されてきてる気がするんですよね。ねそうですね。実際今度は売れ行きも変わってきてるんですか。えーっと。 コールオブデューティーに関して言えば、六対四ぐらいですね。四の方が吹き替えですね。あ、でも、そんなに増えてきたんです。昔はだって、もう字幕で行くぜみたいな空気ありましたもんね。吹き替えで絶対遊びたいという人もやっぱ増えてきていて。吹き替え版、まあ、ちょっと発売あいちゃうんですけど、待ってくれる人ってもたくさんいます。ね僕は結構吹き替えをおすすめします。本当に情報量が多くて。目でその字幕を追ってたら、やられるんですよ。実際の戦場に自分が置かれたら、どうかなったら、やっぱりこうインカムつけて。耳からくる指示で動くじゃないですか。その臨場感。 楽しむために、うん、字幕も、まあ、メインのストーリーラインしか出なかったりするので、うん、その周りのガヤとかもちゃんと聞こえるんですよね、うん、吹き替えでやるとぜひぜひ僕は相撲吹き替えは、うん、声優としてもですけども楽しんでいただきたいなと思いますで、うんで皆さんそちら方もよろしくお願いしますよろしくお願いします,しいしますというわけでエクストリーメージ宣伝担当の井上和則さんありがとうございましたこのあとは「ドラクエ10」のミニコーナーがスタートです <music> 安本ひろきと相棒剣でお送りしているすくえ兄ちゃんではこちらのミコーナーが今回からスタートドラクエ10目覚めし5つの種族オンラインクエスト情報局えいっドラゴン,ンクエストシリーズ初のオンラインドラゴンクエストエ10目覚めし5つの種族オンラインプレイしてますかしてますよさんはどうだいてます。 知ってるお前は今日だってこの間舞台が終わったばかりで舞台中にゲームをもりもやれるはずがないことぐらい気づいているすいませんおじちゃん知ってるそれおじちゃんごめんでも俺でもやりたかったんだよずっとでもねだってケンとか前のとかそうだけどゲーム始めたらもうほか手つかなくなるタイプじゃん, <laughs> ん舞台本番前にやっちゃいか,いかんおじちゃん知ってる <laughs> でもね今からやるんだったら逆にねイニシアチブは結構あって、うん、今あれか元気玉3つプレゼントとかもあるしマジっす あの詳しくはあの冒険者の広場のところとかにも書いてあるんでそれ見ていただければいいんですけど、はい、とにかくこの元気玉が、うん、えとなんだっけ 経験値とお金がかけるるにもらえるんですね30分これはですねすごくいいことでわざ,わざと強い人に連れてってもらってある程度経験値まとまってもらうってことでひたすら逃げ回ってもらうんですねあれ走って逃げ,れ逃げれるゲームですから僕たちがよく言う相撲システムでその子を守るんですね一生懸命こうモンスターを追いやってそれでそいつを一生懸命みんなで倒すと経験値が入るんだけど30分間それをやるだけで一気になんかね十、うん、何歩まで上がるからマジっすか それさえやっちまえばすごいサクサクも物語りを進められるしいくらでもそういうことができちゃう猛者ーーはもうすでに仕上がってますんである程度のところまでいったモ猛ー,ーはもう人助けしか楽しみがなくなってくるんで。<laughs> <laughs> キーも終わっちまったしなーって言ってる人たちにちょいとオおいらを手伝ってみないかいって言うとね大体手伝って本当ですか僕もだっても自分でもともと今盗賊をずっとやってるけど、うん、盗賊以外でもいろんなレベル帯にいるわけですよ22割、うん、いたりとか30近くには1人いたりとか、うん、じゃあ今から始めるにあたってだどれでやればいいですかねえっとね結構そのどういうスタンスで一緒にやる人がいるかにもよるんだけど、うん、俺たちがやってて思ったのは旅芸人不足、うん、ほう だから僕ツッコミを覚えたんだけどはい、はい、とにかくツッコミってのがのが本当大事なのよ意外に大事なの,、うん、あの寝ちゃって睡眠だったりとかあとは未利用であの混乱とかそれを全部直すっていうのがツッコミなんだけどうん、うん、それを覚えてるのがいるといないのとでパーティーのねなんつうのかな完成度が全然違うから、うん、割と旅芸人はモテる芸人モテるマジっすかっ俺芸人になる <laughs> <laughs> 今のねやっぱご時世と一緒だけど、はい、芸人モテるじゃん芸人さんなんかすごいあの女の子たちにもモテるでしょ <く>そ <laughs> だからゲームでもそれがちゃんとなんかねちょっとリアルな感じでね <laughs> よっしゃ <laughs> 旅芸人になろう俺 <laughs> 俺今日から旅芸人になろう,そう,そう旅芸人でもあの、まあ、探検スキルを上げとくとあとで盗賊にも行きやすいってのもあるし、はい、結構自分がその後どっちに行くかっていうのを考えるとどっっちにでも旅芸人ってなれるのよ盗賊にいずれなろうと思ってたら探検スキル上げといた方がいいし武道家になろうと思ってたらもう。 あのそういうこと扇スキルでもいいので扇も結構最後のほうにいい技を覚えるからでもバ,バリエーションを考えるともう攻撃を置くことを半ば捨ててい意外に上げとくと強いのが縦縦<盾>はね覚えておくと縦装備時防御力プラス何度か20とか30とかすげえのがあるんでよ最後のほうに縦<ー>って結構みんない,いろんなジョブが装備できるから縦のスキルを上げとくとね最終的に選手になった時に壁ができるからうん、うん、突っ込み持った壁っていうのは結構強いからマジっすか俺縦芸人になる <laughs> <laughs> よし <laughs> 剣道ドラグエの未来がよ<し>多少決まったところでこのコーナーいくよはいドラグエテンドは毎週月曜日と木曜日に新クエストが配信されています、はい、このコーナーではその新クエストを紹介していきます今週月曜、うん、これ嘆きの妖鶏師第3話、うん、目覚める剣士、えー、そして今日木曜日ですね嘆きの妖鶏師第4話立ちはだかる守護者が配信となりましたは こちらに今資料がありますから、ね、これ毎週1回ナインの時確か週1でクエスト配信を1年間とかたんです、ね、すごいペースでしたねそれずっとやってたんだけど今回月目で2個も配信して大丈夫なのかいって週<に>そんなにネタ思いつくのかいって心配ですけど、ね、<laughs> すごいペースですよね この嘆きの要件紙第3話は、うん、クエストの受注条件は嘆きの要件紙第2話をクリアしてるこれはもうすでにあの過去に配信されてますんでね、うん、そちらの方やって頂ければと思いますが受注場所はグレン城オーグリート大陸あの黄金のとこですね。 でおじん質問はいどうしたあのこのクエストとかって、うん、期間限定じゃないずっとあるこれは期間限定ではないはずです大丈夫ないはずい今から俺がやってもここまでたどり着けるまでちゃんと残っててくれます残っててくれますそしてみんながやもうすでにこれを終わらせてる人たちはあの、うん、どうやったらいいかというのも分かりますから、はい、すぐ教えてくれますよよかったありがとうございます クエストはなんかいっぱい受注して攻略していくと名声とかも上がったりするので名声、うん、自分がなんだろうちょっとなんだろうヒーローになった気持ちになれるやつですね<お>名声じゃあ名声が高い人はあ、うん、この人いい人だなっていうパラメーターってことそうそうあとはもしくは僕もなんか異業を達成して僕も今実は結構名声高くなってきてて今20だっけす結構な名声持ってるんですよじゃ<お>僕はなぜかというと木工で杖職人なんですね でみんなが全然持ってない時にピオラの杖のレシピを入手しましてピオラの杖を売りまくったんです、うん、作っちゃうり作っちゃうりしたらみんなが使ってくれて名声がグッグッググ上がってたなるほどそうやって貢献したりとか名声2時いってない全然行ってないそんなにはもっと少ない名声はでもそうやって名声自分でその職業についてそれをで使ってもらうと名声が上がるとか なんかそれも例えば自分で木工で作りましたっていうのを星3つついた木工ができましたっつったらそのラン,プランプ錬金のやつとか壺錬金のやつに渡してこれに不可抗力をつけてくださいって不可抗力つけたんで素材でいくらかかったからじゃあ合計いくらで売ろうっつって売ってお金を分配するとか、うん、そういうふうにやっていくのもね楽しいよ驚けてわあすごい職業は何につ,けかってつくかっていうのもね結構大事そういうギルドにどこに入るかっていうのはい、結,構結構少ないのが俺の周りを少ないのが道具職人も結構少ないね道具職人か。 道具と裁縫は割と人気あるんだよね。武器職人もいっぱいいる。武器職人。なんでかって言ったらみんなオーガでやっちゃうから、はい、結構オーガがやっぱり人気あってオーガは一番最初にも武器職人になれちゃうのね。で待って武器防具は結構いるんだよね。で木工は俺しかいなくて、うん、あとはまあランプ錬金つば錬金は何人いても困んないって感じかな。なるほどあと道具職人は結構いたらモテるよ本当にその道具職人が作った道具じゃないとその錬金とかの道具を作ってもらえないのね。うんうん 自分たちが木工とか錬金で使う道具をはあ、はあ、いいやつをねそれを作ってくれる道具職人いるとねモテるね、はあ、旅芸人で、えー、盾を上げといて最終的に戦士にジョブチェンジを考えてあの道具職人になるとこっから先は結構いいかもしれないね縦芸人職人になればいいの <laughs> は <laughs> <laughs>、まあ、もう何か分かんなくなっちゃった <laughs> まあいやそれはそれで置いといて <laughs> とりあえずまあこのダウンロードクエストこれ2つ配信になると、うん、はい木曜日え月曜日にすでに3話が配信されていてすぐもう木曜日に4話が配信これ大体レベル何レベルぐらいからがあれなのかな適正なのかなあ聞きたいねでも前回のは結構レベル高かったんですよああそうなんですか、うん まあレベルいくつぐらいが適さなのかちょっとわかんないですけどでももともとのこれが3話4話じゃないすで、うん、に1話2話が配信されているんですが、はい、この石川がですね持ってるあの目標っていうか受注条件が黒のキーエンブレムを持っているこのキーエンブレムっていうのをまず最初集めていくんだけど、うんはい、でこの黒のキーエンブレムっていうのは5つの大陸があるうちのオーグリード大陸まあオーガの国ね、はい、そこのグレン城一番最初にこう大きいところうん、うん、簡単に言うと。はい、そこであの受けて で取るキーエンブレムが黒なのよそれを持ってるっていうのが受注条件だから大体レベル30ぐらいじゃないかな前後で取れんじゃねえかなじゃあ1話だけやっとけば4はいきなりやれるとかいやいやいやそれでそのまずそのキーエンブレムを取って、まあはい、キーエンブレムをとにかく集めていくゲームだと思ってもら、ね、え<あ>れるいんだけど,ど,どまずそれ1個取っとくとそれが何、うん、このクエストの受注条件なわけですよ、うん、キーを持ってるとこの受注ができてこれが1234話であの連続 発生クエストなわけですねああ一個一個クリアしてそして次のフラグが立ってそみたいなそれのうちの今回配信されるのが3話4話でもすでに1話2話は配信されてますよということでなるほどでもちょっとずつやっぱレベル上げていかなきゃきゃついだろうね今大体どれぐらいのレベルなんですかみんな 結さまざまだ,だしもう大体その上限まで1個のジョ,ジョブを上げちゃってる人と俺みたいに散らして少しずつ底上げしてる人といろいろいるけど、うん、あもう行っちゃってる人はもう50とかザラだよもういい、うん、でいもうあううんうんになってる人とかもいるし、まんう嘘。う嘘そう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 キーエンブラム集めていってちゃんとお話を進めてうんふんになってる人もいる。 それはもう個人差個人差本当に夏休み中じゃ別に焦なくてもいいってった人もいるしちまちましかやってないし実際に毎日ちょっとずつしかできてない俺の友達とかはまだ全然20前後の人とかもいるし正直元気玉使えば1日で2十は何か楽に上がる23時間で上がるマジでそんなかからないか稼ぎどころにちゃんとつけてる元気玉元気玉でもシステムお高いんでしょ元気玉言ってませんえ二 !?22 時間ログインしなければもらえますうわっ 素晴らしいですこの22時間という数字はこれミソでキッズタイムが1日2時間あるわけですよお子様無料っていう時間がその2時間を24時間から引いたら元気玉1個ってことですよだからお子様たちは長くやんなきゃもう取り残されちゃうよレベルが落ち着かないよと思っても大丈夫君には元気玉があるよっていうフォローなわけですねかっこいいこのフォローはとてもねお子様たちだけじゃなくてわれわれおじ様たちも助かるっていうすごくいいですよねとても元気玉システムは本当にねありがたいです まあでもそういったものを駆使しながらレベルある手を上げていったらこのクエストができるとよし頑張ろうこれのお話とかもネタバレになるからあんまり言えないんだけど面白いですか、うん、こういうねあの連続発生機はやっぱ自分が、うん、やってる感がすごく出るからうん、うん、ロールプレイングをしている気がするからやっぱ依頼されたその依頼をクリアするそのミッションをクリアしていくっていうのは、ね、やっぱ面白いねやっててで今まで自分が追ってきた大きなお話がある中での起こるサブクエストだから、うん、なんかまた一風変わった感じがして面白いしはあ、はあ、これでしか。 もももらえないものもあったりするるののかかなな何がもらえるのかな、ね、あとはもうし,しこたま名声も入ると<う>名声値も大事ですからねうんいろんなことができますのでぜひぜひこのダウンロードクエストの方も楽しんで遊んでみてくださいはいウィー e ーソフトドラゴンクエスト10目覚めし5つの所属オンラインは大好評発売中です詳しい情報は公式サイトをご確認ください東京ゲームショウ2012ではステージイベントも予定されていますのでお楽しみにそしてこの後は、まあいはい「立派になった西飛鳥」のコーナーです

もうヨロヨロしてるトランペットがヨロヨロしてる素晴らしいですねでもここまでできるようになるとはね本当はあるんですけれどもええ、売り出し中の若手声優西アスカがおっ新人声優っていうのがなくなってきたぞほんだじゃあもう西卒業でここ新人声優のコーナーだもん <laughs> いや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 。新人声優じゃなくなった西明日香が人として成長するためにさまざまな苦難を乗り越えていくという生のし、はい P.G. 前回ゲームミュージックの応援賞伊藤健二さん伊藤健さんとのセッションを見事にクリアずに結果を残し、うん、楽器声優という新ジャンルを確立しました。いやー素晴らしい。ありがとうございます。もうフルートで目がうるうるしましたもんね。ねあれは素晴らしかったね。あありがとうわ。もうねやることがないんだよ。そしてもうこの台本もなんか変わっちゃうぐらい新人ではなくなったんだ。嬉しい売り出し中の若手声優。優 だっ,てうってなっちゃったらやっぱりね余計なことこ結構ひどいこといっぱいしてるじゃないですかこの番組ねぶりという、ねうん、でもそういうのは「<laughs> おいあの番組あの番組なんでミッシャーにこんなことさせてんだよ <laughs> クソが」って言われてしまうわけです、ね、い,い,いや。そうするとちょっと当番組バッシングには弱いので打たれ弱い番組なので <laughs> <laughs> 心が弱いスタッフが揃ってるので <laughs>。<laughs> これも西を本格的に卒業にするしかなくなってきましたね。あのもっとしごいてください。<laughs> <laughs> いなんでで、ね、も新人じゃないんだからさ。いやもっとまだまだ新人なんです私。だからもっともっと叩いてしごいてください。<laughs> 同じ事務所生じゃか同じ事務所いるからお前がそうそうそろそろ新人じゃねえことぐらい気づいてるか。<laughs> <laughs> さあさあリセラーさんからまあね楽器も終わったんで何か他にやることがないですかつうのをもらったらちょっといくつか来たんで今日はちょっとそれを読んでみますね,、はい、ねチャンネームエビ天ぷらさんありがとうございますケイムさんニッさんこんにちはとこんにちは某アニメのエンディングで実写でニッさんがいました <laughs> それを見るともう新人ではないのではと思ってしまいました。そんな西さんにやっていただきたいのは西さんがパーソナリティの仮想ラジオです。おまけ動画でも構いません。うん、人気が出てきたらパーソナリティとしてラジオを一人で進行していくこともあるのではないかと思います。今後の糧にどうですか<ー>エンディングで実写でいたそうだ。ああ聞こえない聞こえないエビ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 は関係ない。 伊勢エビエビのやつじゃないエビのやつかなぁエのやつ多分エビのやエビのやつ効果くない実写で何したの実写でなんかエンディングに出てなんで出ちゃったんだよそういうのにわかんなあ顔出しも込みのって売り出し方っていうなんからしいでねでもそんなねあの。 実写で、実写でのお仕事もね、こなしてしまう日産がある。もうハイブリッド声優です。ハイブリッド。はい、よだよ。いや、もう、やめましょうよ。これ。実写でおなじみの日産に。おなじみ。あの実写声優日産に。なじんでない、なじんでない。楽器から実写になった。いや、楽器実写声優の日産に。新人ではない、楽器、楽器実写声優の日産に。肩書きいずれ。 何をさせたらいいいかととうことでまあ失礼でで喋ればと、うん、でもそういうこともだってラジオだって言うてもさもうちょいちょい出始めるわけじゃないゲストとかでも行くこともあるでしょうよその作品やってれば。うで,ね、でも、ね、言うても君はもうある程度あのアドリブとかもうレスポンスよく返すことができるようになったから、うん、今度は球を投げる側になってみたらどうだいっていう話なわけですよ,さすがですよこれ これがうまくできたらもう一人でラジオやってくれってことで卒業に出るわけですけども。ってかもうちょっと待ってくださいもう。ってか先週の楽器の収録伊藤健さんとセッションした収録終わった後にスタッフさんとか安本さんたちみんなからいい最終回だったいい最終回だったいやだってもう一番美しいお話の結実な楽器始めてってたまたまいとけんさんが聞いてくれることがあって一緒にやりましょうでまたそれを目標 に向かって練習とかしてって素晴らしい最後にケッが出たわけじゃんここで終わろうよ一番美しいところで終わろうよ今何このエピローグ余計だぜこれみたいな感じだったからまだ椅子座ってやるここにこの席は譲らんぞねえどうすりゃいいんだろねこれラジオパーソナリティ一人でおまけ動画で実写もやりつつラジオをこうやるって言うと実写実写ラジオラジオじゃねぇだ じゃラジなんか公開録音的なノリでカメラ目線じゃなくてもいいん、ね、でとかそれかも CCD ここにつけどずっとどう,<ー>どうやってもカメラ目線でおでこの前にあるみたいなね CCD が目の前にあるって <laughs> ああ<ー>というのがあったりとか、ね、あともう一個チャンネ読みますね、はい、えっとチャンネームライブシーズさんありがとうございますネットを見ていたら机に、うん、本社が引っ越しするという情報が出てきました<ー>ほうそこで 引っ越しのお手伝いということにして西さんを派遣して<う>レアグッズなどをどさくさに紛れてゲットしてリスナープレゼントなんてどうでしょう <laughs> これはチャンスですって書いてある <laughs> いやでもちょっと待って俺それ良くないそれいいと思う言っ,言ったらなんやかんやお宝はありますよありますそれはいっぱいあるでしょうよ、うん こっそり持ってくんじゃなくてちゃんああでもねもう新人じゃねえからそんなああそっかさねるぐらいはもううちの事務所のマネージャーさすがにちょっと汗かくのちょっと女優なんでだけど初めまして初めまして西安かですよろしくお願いしますやっぱ大女優になられるとそういうことねやっぱりお願いできなくなりますからやっぱり汗だくやっぱりねもうあとでこの実写ちょっとみんなで見ようぜ条件ください本当に歌い踊る西を見ようぜ DVD 買おうぜ買いましょう買いましょう <laughs> やめてください <laughs> 引っ越しのお手伝いか面白いですね、でもお手伝いがかかってるっていうのがそうだね、一応手伝いちゃうのがな分かった、じゃあチャレンジャー後日決めます、はい お願いします。そうだね、これで引っ越しねもう終わっちまったらもう一人で喋るしかないっていう風にねすればいいですからね。まだまだ皆さんこれからのねこれから先のあの今後のチャレンジはもうあでも新人じゃねえからな。いやあだらだらお願いしつつどうなって,きちゃってますか,ら、ねから。どう新人ですどう新人です。どう <laughs> てめえ <laughs> 詐欺じゃねえか。経 <laughs> <laughs> 歴何年か言ってごらん。<laughs> 1>, <laughs> 1年目ですつけ <laughs> こ今年上京してきました <laughs> <laughs>、はい、今後のチャレンジャーもお待ちしてますメールアドレスは se-chan.onsen.agse-chan.onsen.ag <ag> です <laughs> 皆さんドラクエオンラインで助け合いしましょう, <laughs> う何です <laughs> ここでスクエア・エニックスからのお知らせです以前この番組でも特集しみんなで悠久の風を演奏した PSP ソフト「うん、ファイナルファンタジー3」が9月20日にいよいよ発売です<お>やった、うん さらに PSP 版ファイナルファンタジー3公式コンプリートガイドも同じ日に発売されます唯一の公式完全攻略本でフローチャートや場面ごとのおすすめジョブなど詳細な情報でストーリーを完全攻略全23種類のジョブの特徴を詳しく解説迷いやすいジョブ選びをしっかりサポートアイテムや魔法モンスターなど冒険に必須のお役立ちデータも全て掲載 PSP 版での変更点や新規追加されたギャラリー情報のほか秘蔵の設定画なども紹介ぜひチェックしてくださいということでこの設定画ってなのかなですかねやっぱりぜひぜひそちらの方皆さん楽しみにってくださいお願いします続いてはアニメ情報ですテレビアニメ「タリタリリンネのラグランジェ」シーズン2が大人気放送中です詳細はアニメ公式ホームページをチェックしてください以上 スクエニちゃんからのお知らせちゃんでしたクエエクはい、はい、スケエアニエクスチャンネル第49回目の配信もそろそろエンディングです。はい ジ本当ね洋芸に手出してない人ぜひぜひそちらやってみたらねやっぱゲームって根本的にはねもう雑な言い方しますね面白いんですよ <laughs> ちょっとでもどういったゲームなのかを知らないまま面白いものを放置してる人もいっぱいいると思うんですねん,なんか洋ゲ芸は本当に触れてみると本当日本人が作ったゲームとはまた違うテンションで、まあ、でも日本のゲームこの人好きだなこういうところでちょっと日本パワーアプローチあるなっていうところ見つけたりとかねそういう面白さもあるんでぜひぜひゲーム先進国ですけど 日本はまたそれとはまた違った感じで進化していったゲームをね、うん、楽しみにやっていただきたいなと思うのでエクストリームエンジの方そちらの方もよろしくお願いします、ね、お願いしますそして、はい、そうだ今日はメール2個しか読んでないけど、うん、あれですよ一番盛り上がったメールにはあ,のあれですね携帯クリーナーをプレゼントするっていうのがありました、うん、携帯クリーナーをプレゼントするんだ僕これぶっちぎり小石です 誰ですか。えっと、チャンネルムエビ天ぷらさんからです <laughs> えっと、某アニメのエンディングで実写でリスさんがいましたっていうやつです<ー> <laughs> 絶対に許さないエビ天ぷらさんに <laughs> エビ天ぷらさんエビ天ぷらさんにねエビ天…エビ天さんに <laughs> <laughs> えっと、聖地のクリーナーを差し上げたいと思います、はい、あとですね、あ,<ー>あのいろいろ実はグッズ展開まだちょこちょこいっぱい作っておりまして<う>まあこれはあのこっから先なんか ちょっとずつバレていくという方向で何をあげるかは内緒にしますが、うん、えっと今回から読まれた方、全員に特製グッズ、えー、漫画攻略本のお供をプレゼント、うん、うん。これをね差し上げます。だからえっと今日はもう一枚読みましたね。ライブシーズさん、こちらの方には、はい、えーっと。うん 漫画攻略本のこれ何がるかはですそちらの方を差し上げますのでこの漫画攻略本のお供っていうのは5個集めるとキーエンブレムよろしく何か差し上げようじゃないかって話をしてるそんなおごとには正直ならんすまんそこまでではないさあさせんだが何か5個集めたら何かを差し上げようじゃないかって話があるのでこれはですね5個集めたやつをなんだろうなしゃべって送ってください 本当は1個しか持ってないのにフォトショップで5万円に増やしたとかそういうのは絶対だめですからね。<laughs> 偽造はなしでちゃんとこっちもチェックしてますんで, <laughs> でそちらの方を送ってください。でこういったもろもろのものが欲しいなという方はですねあのメールフォーマーの,あの必須欄にはないですけどもあのどこかしらに住所の方もしっかり書いて送ってくださると,、うん、えと助かりますあの送りやすいので何か物が欲しいぜよとかいろいろ思う方はそちらの方に住所の方も書いてくださいい、うん、お願いしますはい。 ということで番組では皆さんからのメールお待ちしておりますメールアドレスは se-chan-onsen.ag se-chan-onsen.ag ですたくさんのメールお待ちしていますというわけで今回はここまで次回の配信は9月13日あそっか 生誕25周年「ファイナルファンタジー展」の中で行われたスくえニちゃんの公開録音の模様をお送りしますとこれはまあここでねもバレたんですけどもえ9月の頭にやる前にこれ撮ってますからね今はいどうなるかがまあわからないものですけれどもいい感じになるようにここから先我々の頑張って作っていくつもりなのでえそちらの方も楽しみに待っていてくださいそんなわけでここまでのお相手は相棒ちゃん兼新人声優じゃない西飛えーパーソナリティーちゃんは安本浩輝になって感じ 北海道。い <laughs> パーソナリティちゃんは <laughs> <あ>超ベテラン声優の安,安本ひろきさんでした。<laughs> 次回のスクエニちゃんまで。さよならちゃーん。今西一人で仕切れてから、もう大丈夫だね。ね <laughs> この番組はスクエ,エニックスの提供でお送りしました。